誠二とも今日はね、同期でお届けしますよ。はい、よろしくお願いします。何持ってきてるんですか？あ、僕ですね、このご時世フェイスシールドギャグを考えてきました。さすがやな、お前は。マスクをアンテナがすごい。マスクを取ってできる。お、違う違う違う。あ、なるほど。あの、鳩時計の顔真似。はい。お前ほんま初めてだ。初めて会った時から変わらへんな。もうなんか思いとったらもうなんか10代の俺が蘇るわ。ありがとうございます。森の宮に住んでた頃の。すみません。今日はこの波動、はい、波動が、はい、大会とか出て、実践経験ありの方に、はい、あの来てもらってますので、はい、お三方です。お三方、はい、どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。かわいい。ベンジャミン・ジャスミンです。はい、赤担当のリーダー高梨穂太郎です。はい、緑担当日高梨央です。はい、船口担当の朝倉美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お前ちょっと可愛い子くんと独り言が出るから。すいません。すいません。可愛いな。可愛いな。完全に心の声が。声が出てない。普通の声として出てた。あ、すいません。うん、あの、それ注意するよ。あなた方のその戦歴とかはどれぐらいの？この前アイドルのアイドルが出るアイドルをっていう大会に出て、はい、はい、あのその大会ではあの2位で。わ、すごい。負けてしまったそうなんですよ。そのアイドルウォーズには何組出てんの？4組ですね。うちの高校のアメフト部みたいな。いやでもその中であの得点だけだったら私たちが1位だった。ああ、なるほどなるほど。1試合で29点この前取りました。1セット80秒で、はい、それを3セットやって、はい、3セットで29点。すごい、すごいな。俺らだって1枚割れてやったって、そう言ってるぐらいのレベルちゃう。そうですよね。まずな、体が動かれなるもんな。はい、最初の30秒でもう待てるんで。あなた方はでも俺らには相当うまいと思ってなんか。はい、そうですね。波動教室をきちんと俺らに教えてくれると。はい、そうです。はい、あの今日はあの避け方とか打ち方とかを一から基礎から教えていただくっていう先生をお呼びしたいと思います。琴音先生。失礼します。はい、インストラクターの琴音と申します。よろしくお願いします。まず一つがデッドアライブというものをやっていきます。1対1で戦っていきます。はい、結構波動って打ったりシールド貼ったり避けたりたくさんあって、うん、もう一度にやるのってなかなか難しいんですね。これを攻撃と回避に分けて練習をしましょうというものになります。ああ、なるほど。はい、はじめ。よしよしよし。おお、
全然読めないです。下が分からない。そうなんですよ。下に来た時がだからそういうこう癖もちゃんと学ばない。僕はあの音真似はできるようになりました。逆に右腕を上げて、うん、食べて、うん、出すところ、うん、出すところまでできます。はい、器用やな。これなんでこのエアハグになると急に動きを可愛く見せようとか。可愛気にやりましたよ。エアハド用のこんなせえへん。ちょっと可愛かったですね。ちょっと可愛く見せようと思ってありました。攻撃と回避を10秒ごとにチェンジしていきます。え、10秒それは早いですか。チームでですか。2対2になるようになったということですね。はい、2対2にやっていきたいと思います。ただですね、回避側の人はですねシールド貼れません。なるほど。これはでも作戦がいるな。そうなんです。そうかそうか、もう作戦いますね。これはちょっと作戦がいる。シールド貼れないんでね、うん、貼れないで。2人で上手の方を狙うか。あ、上手の方分かるでしょ。いや、それ1人を2人でボコボコにするのが一番いい。そうですね。グリーンの方、はい、が今上手に行くんですかね。だからグリーンの方を徹底的に。分かりました。ちょっと私も狙われたら美味しいんちゃうやろかと思って寄ってくる可能性もあるし。ちょっとやっぱりちょっと今映りたいの時なんで。上手というよりもあのグリーンの、グリーンにこれしましょうか。分かりました。上手よりもやめましょう、はい、グリーンで、はい、決まりました。シールド使えないから、うん、間違って出さない。波動は声が大事、声かけが発見会議。はい、攻めるときは思いっきりこの一番前の出れるとこまで出て、攻められるときはもういっちゃう後ろに下がって、はい、ちゃんとあの連携を取って声かけしてる。グリーンで、グリーンの、グリーンでこれしましょうか。それでは早速いきましょう。飛び出してこう、はい、ファイト、ファイト、ファイト。食べたい、食べたい、全然全然できる。うわうわうわ、いいよ。チャージして、チャージして、チャージして。あー、危ない。危ない。よっしゃ、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 食べときゃ、食べときゃ、チャンス。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、食べときゃ、食べときゃ、食べときゃ。チャージして、チャージして。どうぞ、見てくれ、見てくれよ。初めて分かった。初めて勝った、初めて勝った。いいチームでしたよね。いいチームですよ。作戦作戦やっぱ3本向きやな、俺。違うんですよ。違うことあるね。言い訳はないよ。違う、それが違うって言うんやったら、今後の何機械がバグってるってこと。違う違う違う、わざと手加減したんです。え、手加減してます。手加減してえ、誰が得するもんって話。そうそう、そもそも、じゃあゲーム始まる前に、
なんで手加減しようと、その手加減しようと思ったということは、はい、手加減することによって誰かが得する、何かが得する、何かが行動する、何かないと手加減しようと思うんやろ。それが何なのか俺は聞いてんねん。いやでも勝ったら嬉しいかなと思って。俺たち2人を見て手加減されて勝って喜ぶタイプに見えますか、うん。俺たちも最後の賞を背負ってきてるんですよ。次は絶対に勝ちます。次何だ。お疲れ様。いや、お願いします。今のは練習ですから、これから本番です。これからが。いや、でも口の中が出ちゃうじゃない。休憩しましょう。また緑の緑行きましょうか。緑はあったか、あった時に余裕あったら紫で選ぶ。わかりました。基本わかりました。はい、緑の、はい、あのあれは復活するまで何秒かあるやろ。はい、その間だけ紫で選ぶ。あ、了解しました。ちょっと間が、わずかな間の時に、はい、了解しました。先ほどはすごく集中狙いされて、うん、何回もキル取られてしまったので、うん、次は私たちも大城さん狙いで。とにかく点数を取って、はい、楽しみます。お願いします。お願いします。システムが、これがですね、チャージのフォームが今センサーこうなっちゃってたんですね。あ、それか。結果、はい、7対1ということで、はい、僕たち本気出してなかったんですよ。はい、そうやんな、はい、最初に手抜こうよとってんな、はい、ただ童貞だったら盛り上がるやろう。そうそう、そっちが喜ぶやろう言うて、はいはい、途中でこんな壊れた機械渡しやがったよ思って。引き逃げて叩きつけたろうと思ったよ。ほんまにこっちは。じゃあもうなんかまたよかったら手ほどき今後とも一つよろしくお願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。結果連敗続きですね。まあ一回勝ったでね、はい、一回勝ったっていうのは今後に繋がってくると思うんで、そう、はい、結局こういろんなことを掴んですごく成長したよね。成長しましたね。今、はい、いつでも出せるようになった。本当に、はい、の、はい、いつでもチャンスガードや。シールド打て。稼働するにあたって、はい、ユニフォームがいるやろ。そうですか。まあ、いやいや、俺はほら、何でも形から入る人間やん。はい、今日、新たなユニフォームが仕上がってるらしい。ちょっと見せてもらおう。はい、はい、じゃあちょっと、はい、頑張ってやりましたので。うわ、かっこいい。
こういうこと、こういうこと、達人っぽいやつ。ベストキッドみたいな。こういうことやね。こういうことですよ。これで海外もどんどん広がるんじゃない。うん、ありがとうございます。あの、ちょっと気づいたんですけど、せいさんとザコウ一緒ぐらいなんですよ。覚えてる。せいさん、これ一緒に立ってもらっていいですかね。なんでやねん。これで営業回ります。せいさん、これでな、もう回れるな。掴み、掴みで、もう全部これで掴めるもんね。はい、どうも言うてね。こんなやつも一緒変わるやろ、これ立つやろ。うん。